主役のワルダウッズです。ロボローです。ここからはフリートークです。ここはあれやらへんねんね。ん、何を？某声優さんの真似。主役ワルダやってくれた。ダメだよロボロ君。うん、あ、それでやる？もういやダメだよ厳しいよ多分まあということでですね、ロボさん、はい、お待たせしました。何ですか？はい、リスナー呼び方問題。あーです。そっか、これ長いことやってるよ。はい、長いことやらさせてもらってます。でもね、長いことやってるのはなんでかっていうと、まあ我々を納得させられへん君たちさんサイドに問題があるから言わさせてもらうけど。なるほどね、はい、いやでも向こうも心配そうにしてたよ。俺やっぱハッシュタグ見てて、うん、もうリスナーの名前どうなんやろかって言ってものすごい心配の声が。いやほんまに俺もいろいろ見とったけど、打つ頑固すぎ笑う奇数って何ってのもあったよ。奇数も知らんのかい。違うわまあね、今回はでも光るのが来てるから。あ、来てた。いろいろちょっと読まさせてもらおうかなと思います。いいじゃないですか。ラジオネーム情熱の風さんより。お前が流した、はい、例の曲から、ロボさん、はい、大先生さん、作るお疲れ様ですお疲れ様です。ダチかこいつ。リスナーどもの呼び名の件ですどうした？リスナーどもがええ。あれなんか随分呼び方がきついね、はい、あなた。第13回目でのお二人の要望をまとめると、展開まで行くと上からすぎて許せない、はい、脇の下まで行くとヒゲしすぎ、うん、ということでしたね。間を取って神楽坂でどうでしょうか。何言ってんの、どういうこと。文字数も奇数で下ネタにも触れない、東京の歴史も感じれるいい名前ですね。よろしくお願いします。このバカ野郎、バカ野郎、何も分かってねえな、お前。こいつ何も分かってねえわ。おめえ、なんだ神楽坂って。お前、間ってまずなんだよ。てめえ大阪にしろよ神楽坂って大阪で言ったらどの辺だ。え、知らない。マジで考えるぜ。マジで東京分からん。大阪の、うん、上北やな。要するに北やな。北と南の中梅田か。梅田、まあ梅田は梅田でええんちゃう。だって俺ら地理詳しくないもん。いやでも梅田言うて北かどうでもええよ。どうでもええわ、うん、とりあえず神楽坂はちゃうわ。神楽坂よりも俺ここに書いてるリスナーどもの方が俺のこと好きやわ、うんうん、惜しいな。でも確かに俺らを理解しようとしてる節は感じるわ。努力は感じたね。うん、うん、惜しい。限りなく俺たちに近いね、リスナーどもどうもはい、次。はい、続きましてですね、ラジオネーム竹馬連合会会員の誰方から、会員の方から竹馬連合会、はい、皆さんこんばんは。こんばんは、はい、リスナーの総称いろいろと考えていたんですが、やっぱりかっこいいのがいいので、はい、はい、混沌潮流カオスリスナードラゴン終焉の使者とかどうでしょう。最後の、これ禁止カードです。じゃあもう一回やって、もう一回やって。なんて混沌潮流、はい、カオスリスナードラゴン終焉の使者。遊戯王ですね。一部の人にしか伝わらないので、これはダメです。あ、これ遊戯王なんや。昔ね、昔っていうか、そう、カオスエンペラードラゴンっていうのが。どういう効果？何やったっけな、出た、場に出したらなんか。勝ち。勝ちではない。何やったっけな、条件がめっちゃ緩いんやったっけな。そうなんや。強いくせに。じゃあ、環境をデッキやって、今禁止カードみたいな感じ。昔禁止やったけど、帰ってきた。あ、帰ってきたんや。帰ってきた。あー、なるほど。うん、お前禁止。ないです。はい、はい、じゃあ次。はい。これ本命俺の、はい、バクダおにぎりさんをいただきました。おう、内先生、ロボロさん、こんにちは。こんにちは。いつも楽しくラジオを拝聴しております。ありがとうございます。はい、ラジオネームを募集されるということで、一つ思いつきましたので提案させていただきます。毒電波、毒、うん、ポイズン、うん、ボインズ、うん、ん、どうせならおっぱいの大きなお姉様方が見てくれるといいなの気持ちを込めてボインズはどうでしょうか。脈ありメールも途端にエッチなメールに早変わりすること間違いなしです男も聞いてんの。ちょっと待って、お前ロボロさん、はい、決まりましたね。なんでやねん、あかんわお前ボインズです。ボインズ、ボインズです。お前これおっぱい好きなだけやろこれ、はい、お前あとおっぱいを女性だけのもんちゃうぞ。男も鍛えたら大きなんねん、おっぱいは。じゃあだとすればええやんけ、別に男女関係なくボインだけが送ってきてくれる。でもボインズって言われるとなんかちょっともう意味違ってくるやんなんかそうやな、うん、あのボインズな、ダメ、ちょっと違うかな。じゃあちょっと振り返ってみよう。今まで何があったよ。今までだからタカシインポイ、インポあったよ。インベーダーとポイズン、あで脇の下、うん、で俺が出した影とか、あとはラジコンとかもあってね、ラジコ専門で。 あったな、うん、と思うけどな、俺影好きやな。影、うん、俺影のたかしっていうのもあったから、あの影のたかし、ちょっと待って、影のたかし、その話詳しく聞かせて、ハッシュタグにしてた。もう影とたかし合わせて影のたかしでええんちゃうかっていう。たかしの影はあかんか、たかしっていうか、たかしの影よりいただきました何々。じゃ
そうか、そういう風な読みになるんか。いや、ちょっとちゃうな。だから例えばこの爆弾おにぎりにすると、うん、インポの爆弾おにぎりとかになっちゃうから、うん、まずいんだそれ。そう、まずいやろ。それは普通にまずいな。そう、まずいやろ。だからそれを考えるとお前の気に入ったたかしも、たかしよりいただきました爆弾おにぎりも意味わからんや。たかしの爆弾おにぎりさんより。そう、たかしの爆弾おにぎりも意味わからんや。たかし食べ盛りか。うん、そう。だからそう、ちょっとちゃうねんな。でもボインズはそう考えるといいのかもしれない。ボインズの爆弾おにぎりをいただきました。なんかグループ名っぽいよな。ボインズの爆弾おにぎり、これでかそうやん。スリーピースバンド。そう。じゃあ聞いてください。ボインズで。ボインズで爆弾おにぎり。いやボインズか。まあでもな、ちょっと違う気がするな、ボインズは。いやこれ難しいわ。俺でもね、今までで一番気に入ったの何かって言われたら、今日はねリスナーどもが一番気に入ったまであるもんね。リスナーどもどもどもじゃあ雑な呼び方にするもん。例えばリスナーどもやろ、うん、じゃあ、 あの孤独のな、孤独やから、うん、虫虫虫からいただきました。でも難しい方の虫にしといてね、あの3つの方。ああ3つの方の虫、いいじゃん。虫リスナー虫やばくね。なんかさ違うじゃん。でもさ虫一文字じゃないじゃん、ほら、あの虫三つの虫だから。あーなるほど、なんか特殊部隊っぽくない。ほらかっこいいかっこいい。ちょっと待ってリスナー納得するから、これするって。急に減らん、大丈夫今。わーすごいやったーって今ハッシュタグも盛り上がってる。どんなにかっこいいってなってる。大丈夫かな。でもいいんじゃない、ちょっと孤独の子じゃん。こうか、確かに、うん、いいじゃん。虫かっこいいかっこいい。ほら特殊部隊、特殊部隊、特殊部隊、うん、あのほらあのハンターハンターにもあったじゃん。何なんだっけ、え、なかったっけ。何があれ、陰獣か、関係なかったわ。陰獣や、うん、陰獣、え、ちげえ。もう丸パクリや。虫ね、虫、まあ虫、いや自分で言っといてあれやけど、うん、せめて毒虫とかにせえへんじゃん。毒虫やっぱ毒電波やからさ、ポイズン要素欲しくない。毒虫微妙、うん、毒虫。おじさんあかんか、やっぱ虫がいいか。まあギリギリ合格やな。ギリギリ合格、うん、じゃあ毒虫。じゃあ今日から皆さんの名前は毒虫です。ロボさん、毒つくことでより悪口になってませんか。いや孤独を逆にしただけやから。あ、そうだね、うん、毒虫と、うん、毒虫だもんね、うんうん、毒、お前らは今日から毒虫だ。よし、毒虫どもよろしくな。毒虫の爆弾おにぎりさん。これ大丈夫か。この後になんかすげえ可愛い名前が続いたらなんか可哀想だよ。いやそうだよな、うん、毒虫のうさぎめ。うさぎちゃんからいただきました。でも大丈夫かな、これ今までのお便り古虫してて。しゃあねえだろうよ。しゃあねえか。俺らが試験だ。ちょっと待って、何ロブロ、何毒虫って文字数数えて。毒虫はぁ、あ、偶数。散々奇数のことが言うと結局偶数。虫も偶数やで、何やったら。今日から2と4は偶数ではありません。あ、そう、今日から2と4は奇数です。はい。はい。毒虫さんいらっしゃいということでね。はい、決まりましたね。はい、決定です。はい、決定です。はい。これにもし不満があるんやったら、うん。超えてください。そう。超えてくれ。異議申し立ては受け付けている。受け付けています。うん、かかってこい。はい。納得させてみろ、ということで毒虫ども、はい、よし。もはやなんかお前言い方が悪口よりごめん、あのちょっとあの持ってきちゃった俺。まあでも悪くないよね。うん、悪くない。はい、一旦これで、一旦これでいくか、一旦これで置いときましょうというところでですね。時刻は深夜1時半になりました。この時間は我々の深夜ラジオをお送りいたします。ということで皆さんこんばんは、主役は我々ダウツーです。ロボロです、よろしくお願いします。第18回ということで、はい、18回、今回なんと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 、とんでもない方が、とんでもない方が、とんでもない方が来ております。おお、はい、誰だ。まあ、ゲストというよりはですね、はい、第3の MC として。え、第3の MC が来るの。そうなんですよ。マジで誰だと思いますか。トントン、この方です。主役は我々ひょっぴです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。もう目の前に僕は答え分かってるんで、それから困るかな。いやー、ようやくですね。ようやく。なんというか。なんか、あれやな、はい、18回目で3人目やとは思わへんかったな。まさか。あの、うちもね、だいぶ組織のダイエットを図っているので。スリム化をね。スリム化を図っております。呼ばれてよかった。まあでも、あれか。ゲスト、外部ゲストが2回来たんやな、うんうん、でそっからのゲストがしょっぴと。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。
もうね、もっとほんまね早く読むべきだったんですけれどもね、うん、あのまあ大人の事情です僕はただただ早く話したかっただけです。はいはいはい、はい、でもいかがですか、ショミさん、あの深夜ラジオの方は聞かれたりとかは。もう毎週チェックしております聞くべきじゃなかったかこれ、これ多分嘘ですねこれでもどうなん、ラジオ自体は聞いたりするんですか。ラジオね、うん、最近めったに聞かなくなりました。昔は聞きよった。昔はほら車の運転中とかってやっぱ FM ラジオ流したりとかしてたじゃないですか、はいはいはい、あ今もスマホの音楽流せちゃうから、あラジオ聞く機会ってめっきり減ったかも俺は。確かにな、なるほどね。まあ触れる機会自体はねあるかもしれませんけど、うん、毎週深夜ラジオ聞いてくれてるということでですね。そうね、嬉しいですよね、ロボさんね。嬉しい、本当にもう多分ここの誰のノリもしっかり分かってることやろうから、ヘビーリスナーですからもうバシバシ飛ばしていきたいですけどね。まあついにね来た3人目の、まあ、うちのメンバーということなんですけれども、まあ、ショビさんちょっと軽くね初めましての方もいるかもしれないということで、はいはい、まあ、ちょっと自己紹介がてら、はい、していただけたらなと。わかりました、お願いします。もう軽めでいいよもう、うん、あのだいぶ孤独の中で成就したのは毒物たちが聞いてるからもう厳選済み、そうだいぶ厳選されてるからじゃあもうリスナーの方にはまあご存知ない方も多いかと思われますが、はい、YouTube で動画を投稿しております主役は我々だというチャンネルがございまして誰が聞いてんのこれはほんまにそちらに出演させていただいておりますショッピーと申します、はい、よろしくお願いします。ありがとうございますショッピーさん、じゃあ軽くねもうちょっと深掘り、軽く深掘りってない何矛盾軽く深掘りさせてもらうんですけども、はい、ショッピーさん好きな食べ物からまず教えてもらって、バサすぎるやろいくらなんでも。まずはね、まあ大葉ですかね虫カイコあれはクワか、お前あれかコトくんなんか入れるかお前もいや刺身とかにあったらテンション上がらへん大葉刺身で上がれよ刺身で上がるでも確かにあの俺あのツマで上がるわ俺、あーツマの方でツマ好きでずっと食ってるもん俺、はいはい、ええ奥さんちゃうぞ、いや分かっとるわ食えるわけないやろお前そうそう、まあでも確かに野菜が好きなイメージはある、ショッピー、ショッピーね、うん、あーまあまあ肉よりは野菜ってかな、ね、いや肉が嫌い嫌いじゃないっすよ、嫌いじゃないか、あ、ね、量食べれへんから、うん、なんか肉屋行ってもなんかアイスかトマトスライス食ってるイメージがあるわ、うん、まあ確かに実際問題そうですね、うん、ところはあるんですけれども、まあまあまあそんな感じでですね、うん、まあ、はい、人も増えて賑やかになったところで、まあ、普段より緊張せずやれるんじゃないでしょうかというところで、はい、そろそろ始めていきましょうか、はい、皆さんじゃあせーのでいきましょうか、はい、いきますよ、せーの、我々の深夜ラジオ